はい、ということでですね、今回はアスルトレーシングですね、ちょっと最近開いてなくて、もう気づくのがですね、すごい遅れちゃったんですけど、デイリープレゼント9月16日からですね、20日までの、5日間ですね、100コインプラス、1チケットだから全部で500コインとチケット5枚ですね。ちょっとこれ僕全部受け取れてない、今日20日やから最終日の分だけ受け取れたかな。でちょっとまあその最終日に、YouTube コミュニティの方を投稿したので、それ見た方はですね100コインと1枚だけ受け取れてると思うんですけど、で20日から24日までの5日間スペシャルイベント報酬2倍ということでキャンペーンが来てますよということでですね、今回はガチャ動画となります。久しぶりのアソルトレーシングですね。熱々夏セールやってるやん、これにいつもやってますからね。はい、ということで今ですね、これちょっと歯車のところ見てもらったら分かると思うんですけど、14個も通知が来ております。まあ、これはですねどういうことかと言いますと、前回のですね7周年記念のギフトとかですね、こういうなんかプレゼントを全部置いてたわけなんですよ。まあ別に置いとく必要ないんですけど置いてました。で今回ですね当たる車がですねアドバンスープラで、ケイマン、まあこれちょっと持ってるんでもいらないんですけど、ケイマンでしょ。でフォード GT ね、フォード GT は持ってないですね。で、中村直樹選手の S15 シルビアということで、これはねちょっとアドバンスープラとこのシルビアは欲しいんですよ。でまあ前回のキャンペーンの時がですね、なんか外車ばっかりやったんですよね。でもう今回はやりませんみたいなこと言って、これ全部受け取ってなかったんですけど、まあ、今回はこれちょっとスープラもシルビアも欲しいので、これ全部ね全部なくなるまで引きたいですね。じゃあ1個ずつまずこれを受け取っていきましょう。今810あって、インポートチケットがですね5枚ありますね。5枚の810なんですけど、全部ね受け取っていきましょう。さあこれ200とかあるからね、結構でかいんよ普通に。ほらこれ、ま、前の7周年記念の時のやつなんですけど、でかい、めちゃでかい。ちょっと1万クレジットとかもありの、2万クレジットもありの、これも2万クレジットで1万、あちょっとここクレジットばっかりですね。あちょっとクレジットばっかりだな。あ来た来た、50コイン、1万クレジット、20コインきました。うわこれはグロいぞ、1980コインになったまあちょっとディーラーからですね、コイン車も買いたいところはあるんですけど、まあコイン車はまあいつでも買えるので、はい、じゃあまずですねインポートチケット11枚使っていきます。もうどんどん引いていきましょう。1万クレジット、もう僕ホイールもカラーも全部コンプリートしてるので、まあそこら辺が被るとですねこうやってクレジットに変換されるんですけど、さあどんどん引いていきます。まあなかなかね出てこない。まあでもインポートチケットこの1枚の方でこれトレーラー来たらもうなんか当たるでしょ、その時には当たるでしょう。後編な。後編よ。なかなか後編。うわ。来ないな。来ない来ない来ない。いやー、こっちはもう駆け抜けかもしれないですね。あと4枚。うわ。後編。おりゃおりゃ、うわーこいやー、1台でも来てほしいな、1台でも無理か。でももうあと2枚か。うわー、なかなかきついですよねこれ。いけ、いやー駆け抜けた。はい、じゃあですねこっからは、インポート ×7は1台ですね車確定で出るんですけど、この確定枠っていうのはもう今までの経験上ですね、この出現率2倍の車は
出ないんですよね。とりあえず経験上では出たことがありません。でなぜかね、このインポートかける3でスペシャルトレーラーを引けるっていう、なんかちょっと迷信的なとこありますので、今回どうしましょうか。かける3縛りしてみようかな。うん、ちょっとここはかける3縛りでいきましょう。かける3でいきます。いきましょう。ピッ。さあ怖いね、怖い。マジか、ポルシアがな、くそくそ。いやでもかける3縛りすごいな。いや持ってんすよこれ、持ってんすよ。まあ90コインかなで売れるんで、持ってんだよね。ほらニューって書いてないでしょ。持ってんだよこれは、持ってんだ よ。4分の1でいらないやつを引くんですよ。4分の1ですからね、いらないものは。 25% 引いちゃった、いらん 25% 引いちゃった。うわーこれはきついぞ。1万1万3000。うわーちょっとどうしようか。まああのインポートかける7は、そうか、でも7でな、500で 1増えて、でそれがダブった場合は何倍やったっけ、30やったっけな、30コインですね。安い車は30コインで、高い車は70コインか。でも1台確定で出てくるから、売れば30コイン、470コインで7回引けるんですよ。これどっちを取りますかっていうことですね。470。まあでもかける3縛りって言ったからな、しゃあないな。うわーこれ20コイン足りひんくて。あーそうか、でも今ポルシェ引いたからいけるんか、あと5回いけるんか。うわーこへん、やっぱね、もったいないのは分かってるんですけど、数的にはもったいないんですけど、ここはちょっと迷信を信じていく。あーえーよ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 ー、きたアドバンスープラ、きたよ、すごい。やっぱりこの迷信はちょっとほんまかもしらん。これね、かける7で引いてたらね、なかなか来ないですからね。うわー引けちゃった。よっしゃこの調子で中村直樹 S15 も引こう。あと2回できる。まあインポートの数としては 6回ですね。来い。じゃあちょっとねポルシェ売りに行きます。はい、最後の3回行きますよ、行きますよ。ピッ、クッキュッ。まあね、こううまくはいかないのがこのゲームのまあガチャ、まあっていうか、まあそもそもこういうのをちゃんと当てたかったら、毎日毎日ログインボーナスをちゃんと受け取りなさいっていう話なんですよ。じゃあね、もっと、ガチャチケットも、コインももっと貯まるので、やっぱりねそこら辺ちょっとサボってたから、まあこのデイリーも受け取れなかったですし、デイリーというかね、このキャンペーンのやつ。はい、ということで、まあ今回はですね、こちらのアドバンスープラということで、いやーこれでもちょっとあれやな、ここのなんかこの黒いところ嫌やな。すげえちゃんと当たりましたね。まあ普通にかける7でもっていうところはありますけど、うん、でも今回2台引いてますからね、こんな風にはいかないんですよね、おそらく。まあちょっとスペックだけ見てみましょうか。スタンス、車高調整はどうでしょう。あ、落とせますね。え、何これ。
性能の方はまあもちろんですね、あこれね、重量減少もタイヤもスリックタイヤまであります。あターボはねレベル2で止まってますね。レベル3まで上げると707馬力になります。現段階では502馬力。エンジンはねマックスまでレベル上がってますね。まあ変速機、ブレーキ、マフラーはもう言うまでもなく最高のものがついております。ちょっとペイント変えたらどうなるか見てみましょうか。ほう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 、なるほどなるほど。まあこのフロントバンパーのねこの黒いところだけ残して、あとは色がつくという感じですね。ほうほうほう。いやーちょっとね、まあ一番欲しかったのはやっぱシルビアかなっていうところなんですけど、まあでも今回ですね一応この出現率2倍の車としてはまあ2台当てれたので、まあ2000コインありましたけどね、うん、まあ2000コインでまあ結局ダブったから結果的に増えた車1台って考えるとちょっとまあ悲しい結果かなとも言えますけど、はい、皆さんもですね、ちょっと引いて何が出たかコメントしてください。ということでよろしくお願いいたします。